はい、どうも、伊沢くりです。ザ・メッセンジャー、続きやっていきたいと思います。前回、灼熱の岩山まで来ました。では、続き、スタート。岩ゴロゴロするやつだ。OK。気のせいか。すごいわ。岩の麓までたどり着いて、岩じゃねえ、山か。どうした本当に。お、値するんだ。なるほど、グラップルできるようなのか。お、そうそう、例の修行僧。まあ聞いてみようか。私はかつてこの店の音楽を実装していた、してくれた男に語った話。はるか昔、狼男の正体が分からずに苦しんでいる村があった。満月の夜が訪れるたびに人が殺され、民は苛立ちを募らせていた。ある日、勇敢な若いカップルが意を決して森へ乗り込んでいった。女がおとりとなり、男が狼を狩るのだ。手垢にまみれた展開だが、二人は森ではぐれると、狩人の男は崖の上で一人で狼男と対峙することになった。まさしく崖っぷちの戦いが続いたが、狩人は狼男が首を絞めていた瞬間、斧で獣の片手を切り落とした。そして狩人は命がけで逃げた。切り落とした手は今も喉をがっちりと掴んでいた。家へ戻った頃に日が上がっていた。そして深手を覆い、シアンミレになって倒れている婚約者を見つけた。次の瞬間、喉を掴んでいた獣の手が人間の手に変わった。そして男は気づいた。数日前に買った指輪がその手の指にハマっていることに。おしまい。つれー。人道の花園。かっこいいね、確かに。まあ確かに。これか。あと41か。そういえば前回のとこあったのかな。これでこういうことか。おお。ごめん。敵にも当たる。あ、お、なるほどね。面白いなこれ。おお。おお。こんな感じか。使えた。面白いおもちゃが手に入った気分だ。
バブルエッグで。いけそうだけど、多分まだいけないんだろう。さっきからずっと歩く。あえの店。まあ何も買えねえ。よいしょ。おお、危ねえ。知ってるわ。
まだまだ先は長そうだな。強化できない。また来るぜ。危ない、やらべ。よいしょ。危ね、行って。面白いね。面白いね。ボンバー。よっしゃ。あ、届かねえやん。使い方が縄張り仕事っていうか、あの鍵縄のおかげでスピーディーになったね。これだな。クワブルさんなんか意外と持ってった。相手、何やってんだよ。ボスタッチ、同じこと言ってる。へえ、マジで。トラの穴か。うん、せやな。よっしゃ、行くぜ。フーがドライバーかな。
死者だおい、かかってこいよ。ありがちっちゃありがちだった。待てーな、殺す。攻撃方法変わらない。うわはは。いって。ここまで来てやられんぞ。さになった。お、気に入られた。お、マジか。ん？なんだ？待ったって言ってんのに。
話が進んでるけど。マジか。力のあぜみ。飛ばされた。氷河山。よいしょ。それでは今回ここまでにしたいと思います。それではまた次回よろしくお願いします。ではまた。